観音堂魔外物は、観音堂内部に所在。大谷魔外物は、栃木県宇都宮塩屋にある魔外物である。千住観音像、電車家三尊像、電薬師三尊像、電阿弥陀三尊像の4組10体の石心祖像が4区に分かれて掘り出されている。このうち千住観音像は、現在大谷寺の本尊である。薄木魔外物と並び学術的に非常に価値の高い。 石仏とされ、1954年3月20日に、大谷間街仏として、国の特別史跡に指定され、1961年6月30日には、同名賞で、国の重要文化財に指定されている。大谷間街仏は、栃木県宇都宮市大谷の乙女山と言われる、業界岩の山の,山の西南側にあるホラー穴の壁面に、造留された石心の素像である。この岩層は、 この地の特産物大谷市で知られる。壁面は四区に分けられている。西に面する壁面の一区には、千樹観音立像が掘られており、これが、大谷寺の本尊となっている。南に面する二区、三区、四区の長像はそれぞれ、釈迦三尊像、薬師三尊像、阿弥陀三尊像と伝承されている。一区の千樹観音立像は四十二、肘を有し、業海岸で外形を掘り出し、 細部を、外で造形する。当初は、大手42本の他に小手を、外で表していたが、現状では剥落している。2区の像は、釈迦如来の左右に文字菩薩と、普遍菩薩を排した、釈迦三尊像と伝えている。ただし、右は木地像は合唱する、創業像で、図像的に、普遍菩薩像とは思われず、本来の像名は未称である。三区の像は、 薬師如来の左右に日光菩薩と月光菩薩を配した薬師三尊像と伝える。この像は風化損傷が著しい。四区は阿弥陀如来の左右に観音菩薩と静止菩薩を配した阿弥陀三尊像と伝える。二区と同様に、右は木地像は合唱する創業像で、本来の像名は未称である。なお、壁面には以上十体の仏像のほか 在の仏像と粘土を貼り付けた立位の仏像数体が確認されている。大谷間外仏の増流時期は資料がなく、半然としないが、千住観の像と電薬師三尊像が最も古く、電車か三尊像がこれに次い、電阿弥陀三尊像が最も遅れての増流と言われ、平安時代中期から鎌倉時代にかけての制作と推定される。増流当時は、 金箔と彩色が施された、きらびやかな像であったと推定されており、その後覆っていたウルシア粘土が剥離した部分も多いが、保存状態は比較的良好である。大谷間外フッツの名称で1926年2月24日に国の史跡に指定され、1954年3月20日に特別史跡に指定された。1961年6月30日には、 大谷魔害物熟として国の重要文化財に指定されている。付近には大谷岩陰遺跡と呼ばれる縄文時代の遺跡があり、当時から人が生活していた痕跡が見られる。また、現代になって大谷石を彫刻した魔害仏の平和観音像がある。バス社、ありがとうございます。